ツイキャスも今開始しましょう。ライブ開始。これが、はい、これ？これで大丈夫です。で、通知を送信するお知らせが来て、はい、メールがこちらにありますね。どこ？これ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 ？このタブです。はい。で、戻っていただいて、これですか、ね。で、これです。で、さっきツイキャスに戻るのはこちらです。はい、じゃあ間もなく始まります。はい。アニーとホマレのチュルチュルランド。チュルチュルランドとは、天然パーマ協会会長アニーと副会長ホマレのテンパな2人がお送りするラジオです。この番組はミュージックフォーユアライフサードウェーブの提供でお送りします。はい、改めましてこんばんは、天然パーマ協会会長アニーでございます。で、いつもだったらここでね、副会長ホマレですって言い始めて、まあちょっとわけわかんないこと言い始めるんですけども、そんなちょっと癖の強い、まあ髪も性格もですけど強いホマレ君なんですけども、まさかのまさかの熱を出すと、いつもね普段から彼頭弱いって言ってたんであ熱出すんだっていうので、まあびっくりしてますけども、というわけでね、ちょっとなんだったかな、ただそれ風邪がじゃなくて、話聞くとなんて言ってたかな、インフルではないんだけど結構高熱で、ずる休みじゃない、もちろんないんですよ。39.6度まで上がったって、で結構大変そうで、まあ LINE でやるとしてたんだけど、聞いたら、漢字の読み方合ってるか分かんないんですけども、溶連菌感染症というものらしくて、ウイルス、まあ、感染症らしくて、まあそういうのらしいんで、まあちょっとしばらく安静にしてもらって、まあちょっとね聞いてくれてるかもわかんないですけどもね、ちょっとゆっくり休んでもらったらと思います。というわけで、兄がお送りするんですけども、まあね、8時半からの、9時までの30分間おっさん一人が、テンパのやつが喋ってて何がおもろいんや。わかりますわ、まあわかりますよ。まあ聞こえる、めっちゃ聞こえる、みんなの声が。わー聞こえる。わかってますよ、ちゃんと。まあさっきのね、あのマナーモードのマナちゃんも言ってましたけど、そのまま、引き続き、マナさんに残ってもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか変な感じする。ちょっとそうだね、いつもと違うね、うん。いつも見てるんですよね、横で。そうだね、見てもらってるんだけど、まあ自分も見てるんだけど、ね、なんだかんだで、そうだよね。初めてだよね。そう、初めてです、ね、うん、いやいや嬉しいでございます。いや、まあ今日は、重大告知をした、マナさんと、はい、30分間一応お付き合いいただこうと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何、ライブする、ライブもするし、うん、CD も発売、うん、そうなんですよ。9月26日土曜日だった？9月26日水曜日に、水曜日リリースして、うんうん、9月29日土曜日に、レコ初ライブをします。ワンマンライブですか？ワンマンライブ、ワンマンライブですか？すごいじゃん、はい、めっちゃすごい。行くわ、じゃあもうその日なんとかするわ。本当ですか？夕方とかでしょ、だいたい朝からやらないの？夕方です。朝7時とかやらないでしょ、ね、やらないです夕方の7時ですね夕方の7時ぐらいにだったらちょっともう握手してもらいに行くわ。1000円払う、1000円払うよ。あ、本当ですか？1000円払ったら2分にしようかなあ、ちょっと長いんだ怖い、マナさん怖い、ちょっと逆に言うと、うん、アゲナマナのマナーモードを聞いてる人は、うん、やっぱ一人喋りしてるマナさんのイメージしかないから、こういう掛け合いのまたね違うと思うから、俺がちょっと今日はマナちゃんの違う面を引き出そうかなと思っておりますので、プロですね、よろしくお願いしますというかね、もう天気よ、今日の天気、一応台風の影響だと思うんだけど、うんうんうん、もうすごくてから濡れなかった今日。もうめっちゃなんか傘さして、ちょっと駐車場まで歩いてたんですけど、うんうん、傘がひっくり返って全然意味ないっていう、ね、そうだよね、それぐらいの天気で、でまあリスナーの皆さんもそうだと思いますけど、まあ沖縄に住んでる方が多いのかななんて思うんだけど、うん、洗濯が干せない、とにかく。なるほど、ね、俺もう今日干す気満々だけど、もう洗濯溜まっちゃって、うんうん、
どうしよう。でちなみによ、天気予報、まあ普段こんなことしないけど、ちょっと今日はねゆっくりできるから、まあ、ほんまにねいつも遊んでるからゆっくりする時間ないんだけど、今日はねちゃんとラジオっぽく過ごしますからね、はい、一応今日の天気ね、雨で 90% の確率で、で湿度高くて、さっきまでボルダリングで遊んだんだけど、はいはい、汗ポタポタ落ちてやっぱ湿度高いなって感じたんだけど、明日明後日、週末までね天気ずっと悪いでございます、天気もね、あの温度も28度29度なんで、まあまあの温度だけども、まあ雨予報が多いの で、で今週天波予報としてはどうですか。予報としてもたまったもんじゃないね。たまった半端ね。半端ないですか。で一応日曜日からまた晴れるので、はいはい、まあ、週末に、洗濯干す、もしくはなんだろう、この間でもどうしても干したい人、まあ、子供とかお子さんとかいたらね、言ってられへんから、まあ、コインランドリーとか、まあ、ガス乾燥機の良さは必要かも ね。洗濯はどうしてるの、マラちゃんは。洗濯は、でも干せないときはやっぱ中に、あの室内干し、室内干しで、そうだよね、乾燥機で、そうだよね、乾燥機っていうか、なんていうんですかあれ、わかんない、何、あの水が溜まるやつがある、あ、除湿機、あ、除湿機ね、除湿機みたいな、そうそう、除湿機回してると違うよね、意外と沖縄で除湿機ないと辛いよね、あの風が抜けるところあったらいいけど、はいはい、まあその辺は辛いなっていうふうに思いますね、すぐ溜まりますもんね、ね、そうそう、すごいよね、パンパンになるよ、こんだけ水あったんかいみたいになるけどね。はい、というわけでちょっとメールをね読んでいきましょうかね。どこからなんだろう、俺普段ねいつもね誉利くんに任せてきたら、これかな、はい、はい、国張さんのここからかな、これもありかな、あ、ちょっと全然わかんない情報、あ、多分あれじゃないですか、あのなんかいつも誉利さんと兄さんじゃないですか、あはははは、あ、要はマナちゃんと俺の、あ、俺の、あの、いいですか、理解力の低さ。わかんないですよ。あ、じゃあ、ずっとこれやってきます。あのさっきのあの誉利のってやつも切り取って、あの兄とマナの方に変えようか。いやでも誉利さんファンはちょっとね、いるね、いる、いるわ、確かにいるわ、言いたくないけどいるわ、で大塚さんですね、こんにちは、副会長、ゆっくり休んで回復されますように、さすが優しいですね、ライブにはチューチューランドコーナーあります、あ、今日やりますよ、ちゃんとやりますので、ぜひ最後まで聞いてください。あ、ライブ、多分私のライブのってことじゃないですか、そうでもないですよ。あ、そういうこと、あ、そういうこと、俺本当に理解してないね、やばいな、あ、そうだ、あ、そうか、そのライブか、あ、そういうことね、ね、あ、やりましょうか、いや、ダメでしょ、マナちゃんのカラーがグッズグズになるよ。いや、でもなんかね、面白そうじゃないですか、あ、本当、なんか、あ、じゃあ頑張っちゃおうかな。と、はい、いう感じでございますね。で、ね、もう他にもね、メール来てるのでね、ちょっとね、先に読ませてもらいましょうかね。ね、1時間前か、はい、はじめまして、アニーさん、ほんまり、ちょ、ほんまりさん、休みですいません、申し訳ないです。ラジオネーム、西原町のアンと申します、でいいのかな、でいいのかなと申します。よろしくお願いします。ペコペコということで、先日、チャタンモッツのライブ行きました。あ、おお、そうなんですね、行ってこられたんですね。ほんまり君のライブかな。そしてなんと、チュルチューランドみゆき理事長さんのと妹さんが相席になってました。ましたよ。ましてましたよ。一緒に盛り上がってデイジ楽しかったです。ということで、はい、おしゃべりの序盤からみゆき理事長は私の髪の毛を見て、天然パーマですかと問うてきました。さすが、理事長、さすがですね。うん、この方は、どうして初対面の私にそんなに聞くんだろうか。まあ、いいかと思って流してましたが、おしゃべりしてる口に謎が解けましたよと。早速 YouTube で FM ギノワンさんの、チューチューランドを検索、天然パーマのチュルチュル千里を募集してるということですが、結構難易度高い、いや高くないですよ、あの難易度はね、もうお客さんが決めること、お客さんリスナーさんが決めることなので、びっくりするようなやつありましたからね、555とか777みたいなのあったから、その辺はあの全然聞いてず、はい、はい、思いついたら書き留めときます、はい、送りますね。しかし大丸さんの部分チュルチュルに対して、あ、私ですね、アニーさんの方はチュルチュルランですね。走ってますか。アンちゃんが出てきそう、アメちゃんが出てきそう、かっこ笑い。大丸さんとの楽しいトーク、アニーさんの笑顔は世界中のチュルチュル民族をハッピーにしてくると思います。あ、ちなみに私はチュルチュルではなく、ちょっと寂しい、またメールします。ラジオネーム西原のアンコと、言っていいのかな、名前言っていいってことで多分ね、ナビちゃんでした、ありがとうございます。いや、嬉しいですね、誉利のトークと俺はもう笑顔だけでいいってことかね。素敵ですね。いや、もう嬉しいですよ。そうか、じゃあマナちゃんも行ってたってことは見てるんだろうね、多分ね。そうですね、同じ会場にいましたね。そういうことだよね。うん、そうか、あ、じゃあ、天然パーマではないけどって方ですね、じゃあ引き続きまた何かあればぜひね、YouTube でもね見れますけども、ライブ配信ツイキャスの方でもしてますし、もちろん、この普通に曲でも聞けますのでね、そういうので聞いていただけたらと思いますよ。はい、そうね、やっぱ元気を与えてるんですね。いや、もうね、チュルチュルトークで、もうチュルチュルトークでね、もうチュルチュル民族がもうハッピーになればいいと思ってますよ。うんうんうん、いや、嬉しいでございますよ。
そうね、うん、いや最近さ、うん、の話と変わっちゃうけど、うんうん、痩せたの僕、うん、痩せました。痩せたんですよ。なんで痩せたんですか。これね、うん、まあ再三ねこの、うん、あのラジオでも言ってるけど、うん、ボルダリングをねいつもこの前に僕やってるんですよ、うんはいはいはい、で結構運動量高くて4キロ5キロぐらい落ちてきて、すごいいい感じで、まあまだまだ見せれるからビーチパーティーまだ行けないけどこの状況では服着てる、なんで服脱いだ方がいいんじゃない、いや俺は服着てるからっていうのを頑張る方だけど、あのちょっといい感じになってきて、あのねこうなってくると人間面白くてちょっと食べるもんも考えようかなとか思うんだけど、ちなみにまなちゃんはこの食生活どんなよ。正直言って、うん、今は食べたいの食べてます、うん、あというと食べたいもの例えばどんなの食べてるの、好きなものってあるってことでしょ。要は炭水化物とか、炭水化物うまいよね。そうそう、例えば撮影の前とかだったら、うんうん、炭水化物食べないようにしたりとか、うんうん、なんか本当はカツ丼食べたいけど、うんうん、ちょっと玄米のなんか健康そうな弁当にしようかなとか、ーはーはー、ちょっと我慢したりとかしてるんですけど、変わる。でもちょっとそのタイミング変わります、変わります、本当やっぱ変わります撮影前のちょっとのタイミングで、うん、そうだよね。いやでも逆に言うとこう取られる仕事っていうのは ある程度意識しないといけないから、いい抑止力になるよね。あ、まあ、体型維持しなきゃみたいな分ではね、うんうん、確かにそれはいい、あ、そう、ね、プラスかなとは思いますけどね。そうだね、あ、そういうことか。でも普段はもう炭水化物大好き。本当は大好きなんですよ。何が好き。なんか一番3ヶ月に1回ぐらい、うん、最近はあんまりないんですけど、うん、なんかパンとご飯と麺を一気に食べたくなる、うん、あの時期が来るんですよ。このターンっていうか、1回の食事でマジで。そう、すごいな。どう食べるの。何を食べます。食べます。もうまあまあ行くの。もうなんか、うん、パスタ、うん、パン、うん、あのなんかチャーハンとかをあの食べちゃうっていう。そうか、なんかもう我慢しないでとりあえず食べて、うん、でなんかあ、うん、次からちょっと抑えようみたい な、 たいな。でまたその時が来たら食べようみたいな。だから変なのがあるんですよ ね。意外とみんなほら、まあ、今日のトークは多分ね勉強になると思いますけど、うん、意外とみんなこう炭水化物抜くさ、うん、糖質オフのダイエットをみんなやってるけど、うん、あれってまあ一応がっつり体重も落ちるしすごいいいんだけど、うん、やっぱり筋肉もぐるぐるぐいぐい落ちていくから、うん、できればね糖質は取った方がいいんですよ。炭水化物とかは取った方がいいんで、うんうん、一応なんだけど、まあ、まあちゃんの取りすぎではあるんだけどだから最近だから自分は意識して、ねまあ、昼の仕事中とかもちょっとこまめに口に入れたりするんだけど、うん、その話をしてたら、うん、兄も言ってることはモデルみたいみたいなまあこんな感じなのに、だから俺本当に朝ね食べるのはちゃんと炭水化物取ってるけど、うん、オートミールです。うわ、美意識高い。もう普通にオートミールが食べてるんだけど、オートミール玄米とかあっち系、基本的に炭水化物は、うん、言い方雑になっちゃうけど茶色い方がいいです。でそうですよね、うん、確かに。なんででもなんか茶色すぎてもダメらしいですよ。そうなの。例えばあのもう本当にガチの玄米みたいな。ああ、そうなんだ。硬いやつとかだったら結構胃が弱い人だったらなんか消化不良を起こしたりするらしいので。そう、なんかそうか。あとだからそのうどんよりかはそばのがいいとかですね。そば、うんうん、もなんかあの割が10割になればなるほどいいっていうから、なんだかこの血糖値が上がりにくいから、うん、ゆっくりスムーズに上がってるからいいらしい。確かに、なんか本当に言ってることなんか、うん、筋肉バカみたいな。筋肉バカみたいだよね。だからオートミールを食べて、うん、あとはね朝から意外と肉食べてます。まあ、肉もね分かれるけどね、いいか悪いか分かれるけど。何肉食べてるんですか。いいけど自分は鶏肉も取るけど、普通に穀物牛とか牛肉食べるよ。へ、うん、朝から食べてるね。朝一番エネルギーいるかなと思って、うん、牛肉とあとはブロッコリーは本当に体型時にいいからブロッコリー。やばい、美意識高い。そう、私も見習います。筋肉どうせどうせならつけたいと思うから、うん、ブロッコリーってテストステロンって言ってさ、すごい男性ホルモンを分泌させるのが多くて筋肉がつきやすいから、うんうん、なるべくそういうの食べてるかな。あと、うん、仕事場では、うん、マジでだけど、うん、こう自分のデスクがあるんだけど、うんうん、引き出しにくるみとか入ってくる。ナッツ系ですね。ナッツ系です。ナッツ系めっちゃいいですよね。そう、俺何あ出てこない、アーモンド好きだから食べ過ぎちゃうわけ、はいはいはい、だからでブツブツできるの俺。あ食べ過ぎちゃって、はいはいはい、だから、ね、くるみにしてるんだけど、うん、くるみも一つこだわってて、うん、生です。生くるみ火を通すとさオレイン酸っていうかオメガ脂肪酸が飛んじゃうので。へー、だから飛ばないように生のを。生売ってます。売ってる売ってる。この前カルディ売ってた。あ、そうなんですか、うん、カルディで買ってきたけど生をやつを食べる。脂質もいい脂質だから、うんうん、まあ5粒6粒ぐらいしか食べない方がいいよ、うんうん、いっぱい食べ過ぎてもよくないけど、を腹減ったらって思ったらちょっと食べながら。へえ、ナッツと
ブラックコーヒーを一緒に摂取したらいいらしいです、うんうんうん、そうなの？なんか効果をちょっと忘れちゃったんですけど、忘れたんかい忘れたんかい、だから何だったかな、うん、なんかのなんかそういいらしくて、そうなんだ、なんでだったか、まあ、そもそもコーヒーがいいからね、うん、あだからコーヒーもだから賛否両論あって悪いっていう人もあるしいいってもらうけど、うん、運動とか代謝上げる分にはコーヒーっていいから、うんうん、運動前とかはいいけどね、確かにすげえ意識してるけど最近もすごいですね、頑張ろうと思ってね、うんうん、そうだからそうだね、あとチョコレート食べてるよ、あのさっきもねどうぞってあげたけど、あ、うん、あのカカオが高い、カカオポリフェノール体にいいから、うん、72% 以上のやつ取ってるね、取って、うん、チョコレートいいらしいですよね、そうだからテレビでやってました、なんかそうだよね、うん、あの何発がん性物質も抑えたりするし、うん、体にいいものは取っていかないといけない、だってもうねもう裸でもいいと思う、もうもはや服に金かけない、俺食い物に金かけてくる、うん、そうですよね、もういいよ、食べ物が体を作ってますもんね、もうビトンのバッグ持つぐらいだったら持たないけど、うんうん、もういいもの食って、もう俺はもう GU でいいよ、うん、誰ですか分かんない分かんない、どこに向かってるのか分からないけどまあそういう感じでございます、うん、おっと大塚さんがそうかモデルなのかな、さっきだからあの意識してやるかなって、うん、何モデルかちょっと気になりますねそうカテゴリーを聞きたい、カテゴリーを聞きたい気になりますね、オートミールイコール、ケロッグの牛乳でしなしなになるタイプ、まあ基本的にそうやって食べますね、うん、牛乳入れたりとか、フルーツ入れたりとか、蜂蜜入れる人もいるけど体にいいのね、うん、頭で食べるんですか、食べるの大変だなというと考えながらってこと、ここで食べること俺ここ何よ口何かの怪物じゃないですか、俺こっち口ないよこれ、それあのあれですやん、寄生獣ですやんこうシュビーンとここでシュビーンってこう人を切るやつでしょ、あーなるほど、髪の毛抜いてもこううにゅうにゅうしませんかね、あ捨てとかしわかんないかな、あの何ですか、いやこれ寄生獣あるあるで、あわかるわかった、喜んでくれた、まあ髪の毛すでにうねうねしてるけど、うん、とってさあわかんないか、その漫画があるんだけど、うんうん、映画もあったんだけど、ね、寄生獣っていうものがいるぞってこう、うんうん、なり始めて地球上の中で、はい、やばい時にこう調べる方法が一個あるんだけど、はい、あの髪の毛も一本一本その寄生したやつがこう形作ってるわけ、なるほど、だから髪の毛抜いたらそこからエネルギーなくなってその髪がさウニョウニョウニョって動く、あお前寄生獣だってなるわけ、あなるほどね、そうそう、だからまあ俺クネクネしてるけど別にそういう理由ではない、ちょっと一回確認してみてもいいですか、もうウニョウニョしたら俺も地球外生命体ですもしかしたらそうなのかもしれない怖いそうでございます、しくじったってことですね、うん、そうなんでございますよ、今日もちゃんとあのあれしますから、テンパー川柳しますんで、大塚さんちゃんと天然パーマ川柳送ってくださいよ、噂のあのコーナーですね、そう、そうですね、まだ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 行きませんけど、僕は意外とそんなに時間あれ割かないので、そうですね、でね、ちょっと今時間あるうちにだけど、あの告示事項ありますので、ここからちょっとキャンさんの方にちょっと一旦振ろうと思います、お願いします、ありがとうございます、本日ですね、FM宜野湾では、宜野湾市内で起きた、殺人事件について、報道しておりましたが、先ほどですね最新情報により、こちらのですね殺害された50代の女性の、19歳の、息子さんが、容疑を認めたため、殺人容疑で逮捕されたということです、心配していた方も皆さん多いと思いますので、こちらお伝えしたいと思います、ありがとうございました、はい、というわけで、まあちょっとまあ怖い話ではありますけど、まあとりあえずはね、うん、まあまあ解決というか、うん、ああ良くなってよかったでございますね、いやだからね、いろいろありますけど、いやまちょっと似たような話になりますけど、うん、自分の兄貴がこの前事故って車、まあ大阪だけど、また今日みたいな天気の時とかも怖いから、はいはい、ちょっとね、皆さんもいろいろ気をつけてねしてもらえたらと思います、そうですね、ですね、うん、ではちょっと気分を変えて言うのもおかしいですけども、うん、じゃあせっかくなんで、テンパ川柳の方に移ります、よろしくお願いします、テンパ川柳のコーナーはい、というわけでやってまいりました、テンパ川柳のコーナーです、そうですね、私いつもホマリに任せたんで俺タイトルコールとか全く違って、おーいいって普通に聞いたら、ね、あれあれやばいやばいってなんか言うやつだ、テンパ川柳のコーナーってなって、もう後から追っかけてきちゃったけどはい、というわけで、そういつもホマリこういう適当にやらせてる自分も悪いんですけども、うん、はい、というわけでテンパ川柳のコーナーでございます、この時間からは、最後までですけども、天然パーマであるあるを作っていただいて575で発表しているコーナーでございます、
大塚さんの方がねバシバシと、送ってくれてますのでね、早速読んでいきましょうかね。そういえば前あのみゆきさんに読んでもらう、あの理事長に読んでもらうってパターンがあったので、それも今回バナーさんにも活用しようと思ってますけども、まずは1個いきましょう。お願いします。どこだ。川柳を書き留めたメモ捨てられた。そうか、いいね、読んでくれた、はい。これは普通に悲しい話だね。悲しい。いっぱいあったんだ。ちゃんとありますね。テーブルの上にちゃんと置いてたのに、絶対ゴミには見えないはず、てんてんてん、泣きって。あ、そうか。奥さんに捨てられたのかな。何書いてんだこいつって言われたら多分ね。何を書いてんだってことでしょうね。確かに。それは仕方ないですね。結構送ってくれてるので、サクサク行きましょう。次送りましょうね。初デート、髪をくるくるして話す喫茶店。いや、五七五の無視し具合。確かに。まあ、なるほど。これ補足みたいなのあるんだけど、初デート、照れながら彼女は髪をくるくるしながら話したっけ。要は昔で言うね、家電があった時はね、家の電話のコキンとこに紐がついてる、あそこをくりくりしながらさ、電話するっていうのがあったんだけど、まあ、それに近い。まあ、髪くるくるしながら、俺意外とね、照れてないけど髪くるくるする癖あります。そこへ触る癖ありますね。本当ですか。はい、全然関係ないけど。さあ、次行きましょうか。じゃあ、マナさんお願いします。ポテチよりカールが好きと彼女言う。もう笑って思ってるやん、笑っておるやん、笑ってるやん。もう言う、めっちゃ今もう吹き出すの抑えました。我慢したね、我慢したね。もう無理やりでしょ、これ本当はこんなことないでしょ。なんとなく無理くり作ったでしょ。最高ですね。プロチップ、海苔塩が流行った頃、カールのチーズ味出ました、うん。私からじゃ苦手だったのに、放送楽しく聞いてます、失礼します、というわけ で、ね、ありがとうございます。さすが、ウケる、さすがです。理事長じゃなくて、埼玉支部長ですよ。ありがとうございます。素晴らしいですね。いや、もうこのまま全部大塚さんコーナーでそのまま行きましょうね。最後の1個いきます。当たり目はくるっとしたら焼き上がり。うん、いいです。これはとてもいいですね。いいですね。あ、なるほど。いろんなものをもう天然パーマに仕立て上げていくというね。素晴らしいですね。さすがでございますよ。ありがとうございます。いや、素敵で。発想が、うん、すごい。さすがでございますね。おっと、国原さんも来てくれてますね。うん、嬉しいですね。行、うん、きましょうか。あ、素敵だ。これはぜひマナちゃんに呼んでもらいましょうかね。はい、うん。花が咲くチュルランドに白い百合。おっと、栗原さん、いいこと言うね。マナちゃんのことですね。あ、素晴らしい。え、私のことですか。そうですよ、花がチュルランドに。俺は咲いたらおかしいでしょ、ユリアも。おかしいでしょ、俺はユリじゃない。アニさんかなと思って。俺ユリじゃない。だったらもう毎回言ってくれておかしいでしょ。嬉しい。あ、なんか俺たちの時間なかったね。まあ仕方ないね、また次の機会にしましょう ね。 そうですね。はい、というわけでお楽しみいただいた天然パワープレゼンツチュルチュルランド、そろそろお別れの時間でございます。来週またこの時間でお会いしましょう。マナちゃんまたね出てくれたら嬉しいのでお願いしますね。はい、ぜひぜひ。はい、皆様からのメッセージお待ちしております。今日お届けしたのはアニーとゲストのマナでした。はい、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。ほまれくん治ってればいいけどね。ありがとうございます。ちゃんと全部読めるの読みましたよ。ほら、コマリ君じゃないからちゃんと僕拾いますからね、全部完璧に拾ったでしょ。ありがとうございました。楽しかったです。よかったでございます。いろんな、次はね、テーブルの上に置かない方がいいですね、メモは。早速国原さんの最後よかったね。手間のこと考えたのに。だから、そうだね。あ、そうだね、ごめんね、そうだ、時間が、うん、マジか。やばいですね。そうだったんだ、すいません、時間配分間違えたけど。まあ、ゲストさん優先で、はい、というわけで来週、小森君大丈夫だ、いいけどね、うん、あ、これ気になる気がないのか、自分でね。そうですね。はい、そうか、いつもやだから。はい、というわけでありがとうございました。これから2人でやっていきます。